はい、お待たせしました。それでは早速ですね、ポッドキャストの公開収録を始めていきたいと思います。ポッドキャストというのは、Apple が、提供しているラジオ番組で、聞いている人だと5万人、人気番組だと20万人以上が聞いている中、聞いている、ラジオ番組です。その中で配信して3日以内で、教育ハウツー部門で日本でランキング1を取りまして、世界でランキング2を獲得しました。その番組が、ベストセラー著者、森山義明のお悩み相談室です。発達障害の潜在能力を引き出す方法というテーマで配信させていただいております。日本一累計納税額達成の斉藤仁さんと同等のランキングまで行きました。カテゴリー別で。で、軽く自己紹介をさせていただければと思います。森山義明と申します。普段、よすな IT クラブの代表をしておりまして、本丸ラジオ大阪スタジオプロデューサーをさせていただいております。本丸ラジオというのが、まあ、総アクセス、2500万アクセスありまして、ポッドキャストが1000万、ラジコも1000万なんで、ポッドキャストとラジコ出しても、本丸ラジオの方がアクセスが上と。まあ、その中で、本丸ラジオの会長からですね、未来を託したいと言われまして、現在、本丸ラジオの未来を背負って活動させていただいております。で、所属コミュニティとしては、BMS、に、ビジネスマッチングステージというコミュニティに属しております。で、まあ、いろんな交流会とか出たりして、セールスするところが多かったんで、趣味系のコミュニティ、まあ、趣味からこうビジネスにつながるみたいなコミュニティがあってもいいんじゃないかなと思いまして、それで、今、78個の、趣味系のコミュニティを立ち上げて、今運営しております。本日はよろしくお願いします。で、まあ、インターネットラジオって何っていうところで、まあ、本丸ラジオとはっていう、先ほどお話しした国内最大級のインターネットラジオがありますと。で、まあ、そこでパーソナリティをさせていただいておりまして、30分番組なんですけれども、本丸ラジライブという番組をさせていただいております。で、まあ、総アクセスが2500万アクセスありまして、なんと左下の女性の方が斉藤ひとりさんの弟子で、宮本真由美さんという方ですね。で、まあ、初回の放送で、週間ランキングでいきなり、トップ10に入りまして、まあ、500番組ある中でトップ10入りまして、その後、まあ、配信して、2ヶ月以内で美容と健康部門でランキング1位を取りまして、斉藤ひとりさんの弟子を抑えて、美容と健康部門で1位を、取らせていただきました。で、まあ、自分の番組を持つとですね、第42代トヨタ杯フェザー級チャンピオンの大沢博茂選手に会えたりとか、声優の寺尾さんに会えたりとか、普通なら普段会えたような方とも、会えたりしております。で、ラジオメディアの魅力としては、ながらで聞けると。で、実際、YouTuber の方で、本丸ラジオのパーソナリティに、なった方がおられるんですけども、本丸ラジオ掲載前は、YouTube のチャンネル登録者数が3万人だったんですけれども、一つの動画の再生数が100万回だったんですけれども、なんとですね、掲載したら1週間以内で、チャンネル登録者が4万7千人、一つの動画の再生数が107万回まで、増加しましたと。で、まあ、最近でいくとチャンネル登録者は9万人以上に伸びていますと。で、今日はですね、ゲストとして人物フォトグラファーの、真岡そらさんにお越しいただいております。差別化ラボというコミュニティの運営をしております。まあ、興味があればぜひですね、こちらの、QR コードをお読みいただいて参加いただけたらなと。で、今日は早速ですね、公開収録の方を、始めていきたいと思います。こんにちは、森山です。今日はゲストであなたの思いを可視化する専門家、人物専門フォトグラファーの、そらさんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。私は東京を中心にですね、事業家さん、経営者の方を、撮影させていただいております。人物専門写真家の真岡そらと申します。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。それでは早速質問の方に移らせていただきたいと思います。本日のテーマとしては、発達障害 ×IT× 写真ということで、本日も質問が届いておりますので、そちらにお答えいただければと思います。発達障害です。カメラマンをやっていてお客様からの印象に残った感想があれば教えてください。30代男性、自営業からの質問なんですけれども、いかがでしょうか？はい、ご質問ありがとうございます。ですね、そうですね、もうたくさんの方撮影させていただいているんですけれども、本当ね、いただくたびに私も感動しております。そうですね、やっぱり印象すごく、深く残っているっていう、感想がありますので、ここでご紹介したいと思います。
で、この方はですね、まだ、学生さんなんですけれども、これから起業したいっていうことで、起業の勉強いろいろ進んでている真っ最中だったんですね。で、まずは私の自分の写真が必要だからっていうことで、お申し込みいただいたかと思います。で、ご本人はね、ちょっと小さい時に寂しい思いをいろいろしていて、で、そういうところをなんかいろいろヒアリングさせていただいていて、で、そこも私は彼の強みだなっていうふうに思ったんですね。っていうのは、やっぱり寂しい気持ちの人に寄り添えるっていうことはすごく大きいと思うんですよね。なので、あえて、こう、ニコニコした写真も撮りますけれども、でもやっぱり寂しさみたいなものがね、見ている人に伝わるような、そんな写真を撮らせていただいたという経緯があります。で、今からね、彼の撮影後の写真を見てね、感想をいただいたものがありますので、それをね、今から読みますね。真岡さん、本当にありがとうございました。かっこよくも、可愛くも撮っていただけて、撮られている間に体全身がポカポカして喜んでいて、私も幸せでした。真岡さんの撮っていただく写真は、良い写真という言葉は適切だと思っていて、その人らしさが滲み出る写真だと思っています。そして、真岡さんだからできるのが、真岡さんは本当に相手に矢印が向いていて、その人の可能性を信じているからこそ、なせる技なんだと感じました。僕は本当に幸せ者です。また必ず写真撮ってくださいね。今回の写真はどんどん使っていきます。本当にありがとうございました。はい。こんな風にね、いただいております。ね、ご本人もとっても喜んでいただいたのもそうなんですけど、私自身もこうやっていただくと励みになって、やっぱりこの仕事をついてよかったな、っていうふうに思いますよね。ねえ、なのでとても印象に残った感想がこちらになります。またね、お話しする機会がありましたら、また感想もご紹介させていただければと思います。はい。以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ここはもうちょっと聞いてみたいと思ったんですけれども、どんどん写真を使っていくということなんですけど、例えばどういったところで、使っていくような感じになるんでしょうか。はい。もちろんね、SNS のプロフィール写真とか、あと名刺だったり、セミナーのご案内の時、チラシとかにね、載せたりもするんですけれども、SNS の投稿のところですね。そこに、なぜ自分がこの仕事をしているのかとか、自分が、寄り添いたいペルソナですね。それはどんな人なのか、それはなぜなのかっていうようなことを投稿してもらうときの写真に使っていただく。こんなふうにね、おすすめしています。で、彼自身もそれを今ね、使っていただいているっていうことですね。それをすると、読んだ人たちが共感してくれたり、応援してくれたりして、でも、ファンが増えるんですよね。なので、私はそんな使い方を進めています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。本日は発達障害です。カメラマンをやっていてお客様からの印象に残った感想があれば教えてください。30代男性自営業からの質問にお答えしました。ありがとうございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。はい、ありがとうございます。あ、そう終でわっす。たってことですね。あ、一応、はい、一応終わりました。はい、終わりまあ、ありしがとうごて、ざいはい、終わりましまた。はい。で、あと、最後に、はい、ここでご参加者様の質問にお答えしますのコーナーに移っていきたいと思います。はい、何か、質問とかあれば、コメントいただければな、というところなんですけれども、何かご質問があれば、質問いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、まだ質問があれば、コメントいただければと思います。はい、ここで本丸ラジオのゲスト出演ができるチャンスということで、過去に本丸ラジオに出演したことがないっていうのが条件なんですけど、あと、まあネットワークビジネスとか誹謗中傷以外なら内容は何でも OK ということで、まあ今日の収録を聞いてラジオにゲスト出演したいという方はぜひですね、森山の方までお声掛けいただければと思います。こちら LINE 公式アカウントになっておりますので、こちらの方にお声掛けいただければと、思います。はい。で、最後にですね、はい、ちょっとまあ差別化ラボについてちょっとお話を伺えたらと思うんですけれども、今どういった活動をされてるんですか？あ、こちら差別からもですか？ははい。い、今はね、まだちょっと走り出してないんですけど、準備段階で、で、どんなことをするかっていうと、
やっぱり起業家さんとか経営者の方、これからね、起業する方っていう方たちで、自分たちのその差別化ってどういうところをやっていったらいいのかとかですね。どっちかっていうとビジネス寄りのことではなくて、志っていうところです。この人が目指す世界ってどんなことなのかとか、どういう人がペルソナなのかとか、そういうところをこう楽しく、いろいろ精査していこう。それを差別化にしていこうっていうような部になります。はい、ありがとうございます。今日のお話を聞いて興味が、出た方はぜひですね、差別化ラボの方に、QR コードをお読みいただいて参加いただければと思います。はい、お待ちしております。はい、それですね、本日のポッドキャストの公開収録の方はですね、以上で終了していきたいと思います。今日は、人物フォトグラファーの、真岡そらさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。